ご視聴ありがとうございます。おみつと申します。今回は静岡県の小山町にある道の駅富士小山で休憩をして、それから国道138号須走線を使って山中湖へ行きたいと思います。道の駅までたどり着いたんですが、最後の最後で入り口を間違えてしまって、なぜか搬入口から入ってしまい引き返しました。暗い夜の運転は大事なところを見落としてしまいがちなので気をつけようと思います。とりあえず最初の目的地富士小山に無事到着しました。駐車スペースもたくさんあって、車も程よく止まっています。すでに車の中で寝ている人もいるみたいだったので、静かに行動していきたいと思います。まず電気をつけました。 Amazon で買った磁石でくっつく便利な LED ライトです。窓にはシェードを貼ってあるんですが、その上からカーテンをつけていきます。このカーテンは最近 DIY して、前回の車中泊ではレールが落ちてガタガタだったんですが、今回はネジでレールを打ち込んだので落ちることなくいい感じで使えてます。では整った車内でお夕飯を食べたいと思います。プロテインシェイカーにお米を入れて浸しておきました。エレクトリックメスティンで炊飯をします。エレクトリックメスティンは三幸さんから発売している電気で動くメスティンなので、今回は EBL さんのポータブル電源を使ってこのメスティンを動かしていきます。ご飯を炊いている間にノンアルコールのバドワイザーのビールで乾杯したいと思います。エレクトリックメスティンの炊飯はとっても簡単で、最初に温度調整のネジネジを最強にしておいて、強火で10分くらいグツグツグツってやります。その後ネジネジをちょっと緩めて弱火モードで5分くらいコトコトコトってやっていい感じになれば、あとは電源を切って15分くらい蒸らせば完成です。さあ、いい感じにご飯が炊けました。炊きたてのお米のいい香りが車内に広がって、すぐにでも食べたいんですがちょっと我慢します。このメスティンには専用の内蓋がついているので、それで蓋をしてしばらく蒸らしておきます。その蒸らしている間におかずを作りたいと思います。今日はカニカマを持ってきたので、これを作ってご飯の上に乗っけて食べたいと思います。本当はボールを使って材料を混ぜていくんですが、ボールだとちょっとがさばるなと思ったので、ジップロックのタッパーを持ってきました。お米も1合炊いて、このカニ玉の素は2人前なので、食べきれなかった分はこのタッパーに入れて持って帰ろうと思います。持ってきたスプーンで卵とカニ玉の素をぐるぐるぐるっと混ぜ合わせていきます。
そしてこのカニ玉にスペシャルな具を追加します。なんとカニ缶を2つも持ってきました。お正月にお母さんからもらったとっておきのカニ缶です。あれ、缶切り持ってない。なんか缶詰ってこうパカってやるプルタブみたいなのがついてるのが当たり前だと思ってたんですよ。そしたらこのカニ缶ちょっとついてなかったです。スマホで開け方調べたんですけど、なんかちょっとうまくいきそうなのがなかったので、ちょっと今回は諦めて、とりあえず私の相棒のだるまさんのステージにすることにしました。気を取り直して引き続きエレクトリックメスティンを使ってご飯を作っていきます。エレクトリックメスティンの蓋の部分がフライパンになるのでとっても便利です。いい感じのふわふわの卵になるように慎重に作っていきます。卵とカニ玉の素を混ぜただけでここまでできちゃうので、すごく簡単でいいなって思いました。本当はここにカニ缶をたくさん入れたかったんですけど、それはまた今度のお楽しみにしたいと思います。これをご飯の上に豪快に乗っけちゃいたいと思います。そしてカニ玉と言えば上にかかる餡も大切ですよね。これもカニ玉の元のレトルトの中に一緒にセットで入っていたので、コトコトしながら作っていきます。焦げちゃった焦げちゃった最後の最後で水の量とかめちゃくちゃにやっちゃって、ちょっと焦がしちゃいました。でもなんかいい感じに完成しました。いろいろあったけど結構簡単に作れたので良かったです。それでは早速いただきます。おいしい。ご飯の硬さも卵のふわふわ感もちょっぴり焦げて味の濃いあんも全部合わさってとっても美味しいです。本当は半分だけ食べて半分はお家に持って帰ろうと思ってタッパーも保冷剤も持ってきていたんですが、結局全部食べちゃいました。お腹もいっぱいになったので、ちょっとだけ仮眠をしたいと思います。スノーピークの寝袋です。ちょっとしか寝ないのでマットを広げるのめんどくさいなと思ったので、今日はとりあえず寝袋にザバザバーっと入ってスヤスヤーっと寝て、明日の運転に備えたいと思います。それではおやすみなさい。さあ、あっという間に朝になりました。おはようございます。道の駅富士お山には金太郎がたくさんいて、金太郎の銅像とかあって、
なんかすごく可愛い感じの道の駅です。富士山もドーンと見ることができるので、すごくいい道の駅だなって思いました。朝早すぎて売店とかは何もやっていなかったので、ここでコーヒーを買っていきたいと思います。よくサービスエリアにある引き立てのコーヒーを出してくれる自販機が私は大好きです。自分で入れるコーヒーももちろん美味しいんですけど、なんかこう自販機にやってもらえるのってすごいありがたいなって思って買っちゃいます。コーヒーを飲んで山中湖に向けて出発します。富士山に向かってドライブするのはとっても楽しいです。こうのどかな道をブイーンと走って、森林でもないか、林もブイーンと走っていきます。トラックとか大きい車とすれ違うときにひょって顔になりがちです。して間違えないように気をつけてます。ここね、あーここね、間違えちゃっても道はつながってるから大丈夫っていうメンタルで楽しみながら安全運転でドライブするように気をつけています。この須走道路走るのは 2,3 回目だと思うんですが、富士山が大きく見えるのですごくいい道だと思ってます。見えました。右手に見えるのが山中湖です。いや綺麗だ。長池親水公園というところに車を止めました。富士山がとっても綺麗で、ここまで運転した疲れも吹っ飛びました。お天気も良くて富士山もよく見えて最高です。ちょっとあたりをお散歩して湖の周りを探検したいと思います。ここでご飯を食べている人たちもいて、ああ私も何か持ってくればよかったなって思いました。でも金玉丼をお腹いっぱい食べちゃったので、あんまり食べ過ぎないように我慢します。
湖に映る富士山がとっても綺麗で、写真を撮りに来ている人たちも何人かいて、いろいろお話もしたりしてすごく楽しかったです。1羽だけだったんですが、白鳥が湖をスイスイ泳いでいるところを見ることができたので嬉しかったです。またお仕事がお休みの時にゆっくり山中湖の周りを回れたらいいなって思いました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなって思う方はいいねやコメントでぜひ感想を聞かせてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。